どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、三井住友カードのポイントプログラムである V ポイント、こちらについてですね、解説やっていきたいなと思います。ということで、先日ね、三井住友カードの年会費割引方法のね、解説準備編ということでね、動画出させていただきましたけども、ちょっと前にですね、この V ポイントの解説もね、お願いしますということでリクエストね、いただいておりましたので、改めてね、解説やっていきたいというふうに思うわけなんですけども、三井住友カードのこの V ポイントっていうのは非常にね、分かりづらいシステムっていうふうになっておりまして、このね、ナンバーレスとプラチナプリファードなんですけども、この三井住友カードのね、プロパーのこの2つのクレジットカードも V ポイントがね、たまるクレジットカードっていう風になっておりますし、またね、この ANA のクレジットカードもね、三井住友カードが発行しておりまして、 V ポイントがね、たまるクレジットカードっていう風になってるわけなんですけども、このね、 ANA クレジットカードにたまる V ポイントと、またね、この三井住友カードのナンバーレスとかプラチナプリファードとかのね、たまる V ポイント、またね、種類が分かれてるんですよね。まあ、ここら辺についてですね、ちょっとね、詳しく解説していきたいなというふうに思いますので、 ANA のね、クレジットカード保有されている方、またですね、政府支出業とかね、検討されている方、またね、 ANA ビザマスターカードね、今後発行検討されている方はですね、この ANA のね、クレジットカードね、ビザマスターね、保有していくと、この V ポイントっていうのはね、絶対付き合わなきゃいけない存在になっていきますので、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずね、 V ポイントって何ですかって話なんですけども、 V ポイントっていうのは三井住友カードを決済していただくとたまるポイントっていう風になってまして、それ以外にもですね、ポイントサイトからね、移行したりして V ポイントって貯めることができて、私が紹介してるね、ハピタスとかニフティポイント、旧ライフメディアですね、ポイントインカムとかハピタスとか、まあいろいろありますけども、こういったポイントサイトからもですね、 G ポイント、ペックスとかもね、経由していただくと交換してね、獲得することができるっていった形になるわけなんですけども、このね、三井住友カードでね、決済して貯める場合ですね、この三井住友カードのね、還元率っていうのは基本的に200円で1ポイント 0.5% 還元になってるんですよね。まあ中にはね、こういったプラチナプリファードとかね、これ100円で1ポイント貯まったりして、まあ例外はあるんですけども、基本的にね、 0.5% 還元、200円で1ポイントっていった形になるんですよね。ですので、この ANA のカードね、こちら一般カードですけれども、こちらも200円で1ポイント、ゴールドカードも200円で1ポイント、プラチナカードも200円で1ポイントが貯まります。で、まあ後でね、詳しく解説させていただきますけれども、 ANA カードの場合はですね、ゴールドカードだとこの200円で1ポイントだけど、それが2マイルになったりですね、プラチナカードの場合はですね、200円で1ポイントなんですけども、1ポイントが3マイルになったりということで、まあマイルの還元率はね、実質高いっていった形になるんですよね。まあそんな感じになっていて、還元率はね、まあ高い、実質的にはね、高いんですけども、まあ基本的にはですね、200円で1ポイントっていった形になってるんですよね。で、決済以外にはですね、先日ね、紹介させていただいたマイペースリボってありますよね、年会費割引のところで出てきたと思うんですけども、こちらを利用していただくとですね、ポイント2倍になったりしたりですね、またね、 ANA カードはですね、一昨年か去年ぐらいからね、除外されてしまったんですけども、年間のね、決済額によって翌年ね、プラスポイントがね、もらえたりっていうね、そういったプログラムもあったりします。で、三井住友カードの場合はですね、 V ポイント付与対象外のね、支払いもあるっていった形になっておりまして、まあ、こういった形でですね、年会費の支払いであったり、キャッシング、手数料、保険料、また電子マネー系のチャージであったりね、こういったものに関してはですね、ポイント付与がね、されないっていった形になるんですよね。で、 V ポイントのね、価値についてなんですけども、基本的に V ポイントはね、1ポイント1円っていう価値になっております。ですので、まあ、V ポイントはですね、クレジットカードの、ね、請求に充当したりですね、またね、 V ポイントっていうスマートフォンアプリがね、同じ名前であるんですけども、まあ、こちらでね、電子マネー決済、 Apple Pay とか ID とかね、まあ、そういったことに使えたりですね、またね、ビザのね、プリペイドとかもあるんですけども、こちらにチャージしてね、 V ポイントね、利用することもできます。またね、 V ポイントはマイルとかね、その他商品にね、交換することもできるっていう風になっておりまして、注意しといていただきたいのは、マイルに交換する際はね、まあ基本的にいいかなと思うんですけども、他のポイントプログラムにね、交換する際なんですけども、こちらね、ちょっと見ていただきたいんですけども、まあ見ていただければね、
ほぼわかると思うんですけれども、ほとんどね1ポイント1円で利用することができないんですよね。ほとんどが1ポイント 0.8 ポイント換算ということで 80% にねポイント交換率落ちてしまうんですよね。ですので1ポイント1円で利用できるっていうのは、スイカ、ジャフ、ソニーポイントぐらいということで、まあ、この点はね注意して利用ねしていただければなと思います。それでは次にですね、 V ポイントの種類についてなんですけども、実はね2種類 V ポイントっていうのがありまして、一つは通常の V ポイントですね、もう一つは ANA マイル移行可能 V ポイントということで、こちら2種類がねあるんですよね、 V ポイントには。でこちらがですね、私の V ポイントの残高なんですけども、 V ポイント残高7816ポイントってあると思うんですけども、今ね ANA マイル移行ポイント合計が0ポイント表示されてると思うんですけども、この2つのね種類が V ポイントにはあるんですよね。でまずねこの通常の V ポイントに関しては、こちらのねナンバーレスのクレジットカードで決済したりですね、またねポイントサイトからの移行分であったり、マイペースリーブをね利用していただくとポイント増量っていうねシステムがあるんですけども、その増量分であったり、またねキャンペーンとか三井住友カードのポイントサイトがあるんですけども、ポイントアップモールで利用した分もこちらに入りますし、またねココイコっていう三井住友カードが指定したお店でね利用していただくとポイントがねボーナスポイントもらえるプログラムがあるんですけども、こちらで獲得した分もですね全部この通常 V ポイントで付与されるっていった形になります。一方ですね、 ANA マイルに移行可能 V ポイントっていうのはですね、この ANA のねクレジットカードで決済していただくとこちらにね付与されるっていった形になります。でここまでだったらねまだ分かりやすいんですけども、このね ANA のクレジットカードでもこのね通常の V ポイントがね付与される機会があるっていう風になっておりまして、 ANA のクレジットカードでもマイペースリブを利用した増量分に関しては通常 V ポイントがね付与されますし、キャンペーンであったりポイントアップモールの利用、またねココイコ利用した分もですねこの通常 V ポイントでね付与されるっていった形になります。ここがね本当に分かりづらいんですけども、まあ V ポイントにはですね2種類ねあるっていうことをですね覚えておいてください。でですね、ここからさらにややこしくなっていくんですけども、 ANA マイル移行 V ポイントっていうのはですね、名前の通り ANA マイルにね交換することができるんですけども、この交換レートがですねクレジットカードのクラスによって変わっているっていう風になっておりまして、こういった感じになってるんですよね、ゴールドカードであれば1ポイント2マイル、プラチナカードであれば1ポイント3マイルで、一般カードの方はですねこちら手数料支払うと1ポイント2マイルになって、手数料支払わないと1ポイント1マイルっていった形になるんですよね。ですのでカードのねクラスによって、まあ、交換レートがね変わるっていった形になるんですよね。で冒頭の方にね話したと思うんですけども、ゴールドカードの場合でも200円で1ポイントしかたまらないんですけども、1ポイントがね2マイルに交換することができるっていう風になりますので、 ANA のゴールドカードは 1% 還元がね取れるっていった形になるんですよね。でプラチナカードの場合もですね、200円で1ポイントしかねたまらないわけなんですけども、1ポイント3マイルでね交換することができますので、 ANA マイルの還元率は 1.5% 還元っていう風になってるんですよね。ここもねちょっと分かりづらいですよね。それでは次にね、通常の V ポイントなんですけども、通常の V ポイントもですね ANA マイルにね交換することができます。で交換レートはねこのようになっておりまして、1ポイント 0.5 マイルでね交換することができます。でこちらね書いてある通りですね、ANA マイレージ、ANA カード会員以外の方っていうのはね記載があると思うんですけども、こちらですね三井住友カードを保有していて ANA カードを保有されてない方はですね、通常の V ポイントっていうのは1ポイント 0.5 マイルにしかね交換することができないんですよね。で ANA カードをね保有している方はですね、これねレートが変わるっていう風になっておりまして、 ANA カードを保有している方がV ポイント、通常の V ポイントね ANA マイルに交換していただくとこんな感じになりまして、1ポイント 0.6 マイルということで、こちらね交換レートが変わるんですよね、 ANA カードを保有しているかしてないかで。
っていう感じになっておりますので、こちらもね非常に分かりづらいんですけども、この通常の V ポイントのね ANA マイルの交換レートはカードを持っているか持ってないかでね変わるっていった形になってるんですよね。いやね、なんでこんなにね複雑なレートにしたのかちょっと分かんないですけども、本当に分かりづらいですよね。それでは次にですね、 V ポイント交換する際なんですけども、一つね注意していただきたい点がございまして、先ほどねポイントが2種類あるっていう話をして、通常の V ポイントと ANA マイルに移行できるね V ポイント2つありますっていう話をさせていただきましたけども、ポイント交換とかスマートフォンアプリの V ポイントにチャージして電子マネーとしてね使ったりとか、まあ、V ポイントいろいろ利用できると思うんですけども、仮にね V ポイントのアプリに電子マネーとして V ポイントチャージしたいとしますよね。その時に通常の V ポイントと ANA マイル移行可能ポイント2つあるとするじゃないですか。そうすると最初はねこの通常の V ポイントから減っていくんですよね。でその次にですねANA マイル移行可能ポイントがね残ってますよね。でこのポイントもですねチャージしようと思ったらチャージできてしまうんですよね。ですので ANA マイル移行可能ポイントっていうのは ANA マイルにね高レートで交換できますので、 ANA マイルにね交換していただきたいなと思うんですけども、チャージしようと思ったり交換しようと思うとこの V ポイントもね利用することができてしまいますんで、何かねチャージだったり V ポイント交換する際ね非常に気をつけていただきたいなっていうふうに思うんですよね。せっかくね ANA マイルを貯めていて、あの通常の V ポイントねこれに変えたいなみたいな感じで思った時に ANA マイル移行可能 V ポイント交換してしまったりねしてしまうと、これ後から取り消しができなくなってしまいますんで、本当にね注意していただきたいなっていうふうに思うんですよね。これねあの V ポイントっていうこのスマートフォンアプリがね始まった時にね結構見受けられたんですけども、まあ、これからね利用される方ね本当にね注意していただいて交換ねしていただければなと思います。ということで今回ですね、三井住友カードの V ポイントについてね解説させていただいたわけなんですけども、いやー本当にね分かりづらいですよね。ああ分かりづらいなんでこんな複雑なシステムになったのかちょっと分かんないんですけども、まあひとまずですねあのどうしても分かんないっていうことがねございましたら、あのコメントね残しておいていただければ分かる範囲でね回答はさせていただきますので、そちらもねぜひ活用していただければなと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。